はい。どうも、こんにちは。福田です。えー、今日はですね、JEPI の個別銘柄としての特徴を検証していきたいと思います。よろしくお願いします。えー、このチャンネルなんですけれども、えー、事実に基づく合理的な投資判断につながるような参考情報を日々発信してますので、えー、よろしければですね、チャンネル登録をお願いします。はい。では、まず基礎データから洗っていきましょう。えー、今回取り上げる銘柄が、えー、JP モルガンエクイティ i t y p ムインカム e ETF になります。銘柄コードが JEPI ですね。 で、上場した年は、2020年と最近になっております。で、現在の上場市場はニューヨーク証券取引所となっております。で、今回動画で見ていくのはですね、まずは銘柄単体での過去のパフォーマンス、こいつを検証していって、で、その次にですね、マーケット全体との比較をしていきたいと思います。なお、検証期間は、2020年の5月の21日カートをさせていただきます。で、ベンチマークなんですけれども、えっと、SPY と999ですね、この2つでやらせていただきたいと思います。で、見ていくリターンの 種類なんですけれども今回はですね、配当込みのディターンですね。こいつで見ていきたいと思います。 はい。じゃあ、まず結論から言っていきます。え、こんな感じになったんですが、まずは相関係数ですね。え、これはですね、spy, 999ともに高かったです。で、感濃度を表す β 値なんですが、え、こいつはですね、やや低めって形でした。え、具体的には spy や999の半分ぐらいの感濃度でした。で、シャープレッションなんですけども、え、これはですね、え、いずれのベンチマークよりも高いって形になりました。で、リターンの独自性を表す α なんですけども、え、これはですね、対 spy では全体のリターンの、え、 40%はえっと独自のリターンっていうふうな、えそういった形になりました。えそれなので投資前提としてはま基本的にはアメリカ株に対してえ強気っていうふうな、えそういったスタンスになると思います。ではですね、なんでこの結論に達したのかをここから見ていきます。 はいじゃあまず銘柄単体でのパフォーマンスの検証からやっていきましょう。で、ここのですね、えっと、見方なんですけども、用語の解説がこの概要欄に書いてありますので、よろしければそちらも合わせてご覧ください。なおですね、この JPI なんですが、上場してから3年経ってないので、今回の検証はですね、1営業日から2年まで、それになります。では一応ですね、ここの見方を説明しておきます。まず1営業日からっていくんですが、これはですね、2020年の5月21日、 から2022年の6月30日までの間で、この JEPi の配当込みの一営業日間のリターンの個数というのが531個ありましたっていう意味になります。で、そのうち58.95パーに当たる313回が1回平均で0.47パー上昇、で41.05パーに当たる218回が1回平均でマイナス0.55パー下落、でこの一営業日間の平均リターンというのは0.05%になってましたっていう意味になります。で。 で、標準偏差は、一般的にディスクと呼ばれるもので、リターンの振れ幅の大きさを表すものになります。意味合いとしては、ここの平均リターンの0.05を中心に、上下にプラマイ0.70のリターンの振れ幅が大体ありましたよって意味になります。で、シャープレッシオはですね、投資効率を表すものでして、具体的にはディスクに対するリターンの獲得効率、それを示すものになります。計算式は平均リターンを標準偏差で割った数値になっていて、この数値が高ければ高いほど投資効率がいい。 えー、つまりはリスクに対するリターンの獲得効率が、えー、いいっていうふうな、えー、そういった意味合いになります。で、最大リターンと最小リターンなんですが、えー、これはですね、1、えー、営業日間における最大リターンと最小リターンなので、 それなので、一番運が良かった人っていうのは、この JEPI に投資をして、1営業日間で資産が2.29%増えていたんですが、一番運が悪かった人っていうのは、逆に3.15%減っちゃってましたよと。つまりはですね、一番運が良い,いと100万円投資したらば、それが1日後にはだいたい102万円になっていてで、一番運が悪いと100万円が1日後に97万円ぐらいになってましたよって意味になります。とりあえずこれが、1営業日間の説明で、同じ方式で2年までやってあるんですが、 一応、ここのですね、20営業日間も違いがわかるように説明しておきます。この場合はですね、2020年の5月の21日から2022年の6月30日までの間で、この JEPI の配当込みの20営業日間のリターンの個数っていうのが512個あったって意味になります。で、このうち70.70% 70に当たる362回が、 1>, 1回平均で2.46%上昇して、で 29.、29.30%に当たる150回が1回平均でマイナス2.32%下落して、で、このですね、JEPI の20営業日間、つまりは1ヶ月間の平均リターンっていうのは、 1.06%になってましたって意味になります。で、標準偏差は1.06を中心として上下にプラマイ2.72%で、シャープレッシオは計算すると0.39で、最大と最小のリターンなんですが、この場合は20営業日間における最大と最小のリターンなので、一番運が良かった人っていうのは100万円投資して、それが20営業日後に107万円になっていたのに対して、一番運が悪かった人っていうのは100万円投資して、それが20営業日後に大体91万円ぐらいになっちゃう。 やってましたっていうふなそういった意味合いになりますとりあえずこれが二重営業日間で,で同じ方式でここの3ヶ月から2年まで計算してある形になりますで、まあ、外観していくとリターン自体はプラスになっていてで大体です、ね、リターン見るのにここの1年間のリターン見ること多いんですけどもこれが18.47なのでそれなのうで結構ですねリターン自体は良かったっていうふうなそういったことになるんじゃないかなと思いますなお2年間の場合だとサンプルは32個と少ないんです ですけれども平均してててのリターンになっていてでしかも、損失がゼロなので、それなので、この場合ですね、1営業日間を最低単位とすると、この JEPI に2年以上通してた人っていうのは、全員が利益が出ましたよっていうふうな、そういった意味合いになります。で、最大だと100万円が2年,間2年後に137万円になっていて、で、最小でも100万円が2年後に123万円になっていたっていうふうな、 そういった形みたいです。えっとですね、とりあえずこれが、えっと、j a p i の単体でのリターンなんですが、これ注意点としては、これ配当込みのリターンになるので、この j a p i って、毎月分配型っていうのが大きな特徴、毎月分配で配当を出していくっていうのが大きな特徴ではあるんですけども、あくまでですね、これ配当込みなので、ここの、ここのリターンとは別に配当があるんじゃなくて、その配当はここのリターンの中心に含まれてるよっていうふうな、そういったことをご留意ください。 くださいとりあえず、これで説明は終わりです。で、次やっていくのがですね、ベンチマーク、具体的には SPY と999ですね、素質の比較になります。では、まずですね、リターンから比べていきましょう。これですね、j a p i と SPY と999の同期間のリターンを並べたものになるんですけれども、ここの赤い文字のところ、こいつを見ておけばわかるんですが、この j a p i ですね、999と比べたときには、まあ、おおむねリターンは高かった だったよっていうふうな、えー、そういった形、えー、みたいなんですけれども、ただこれ SPY と比べた時には、まあ、そこまでめちゃくちゃ低くはないんですけれども、えー、っと JPI は SPY よりも、えー、リターン自体は低かったよっていうふうな、えー、そんな感じ、えー、みたいです。で、えー、ここの1年間のリターンなんか見てみると。 j p i の18.47って絶対値自体は高いんですけども、相対的に見てみると SPY ってそれを上回る22.54なので、それなので、えっと、今後のですね、2020年の5月から2022年の6月っていうのは、まあ相対的に見てというか、SPY ってめちゃめちゃ好調だった。つまりはアメリカ株全体が好調だったってことが言えるんじゃないかなと思います。で、ここの2年間に関しても、まあこれはそこまで変わらないんですけども、なんだかんだ言って SPY 自体も31.04%のリターン、 を叩き出しているので、そうなんでここからもですね、ここのですね、えっ、ー、と計測機関においてはアメリカ株全体は好調だったってことがわかるんじゃないかなと思います。で、お次にディスクの大きさ、こいつを見ていくんですが、これ見る限りではですね、えっとディスクの大きさ自体は JAPI は SPI と999よりも結構低かったって感じみたいです。具体的にはえっと半分から0.6かけぐらいっていう,ような、そんな感じみたいですね。で、ここのリターンとディスク、この兼ね合いを見るのが。 シャープレッションってやつなんですが。 えっと、これもですね、え、比べていくんですが、ま、これ、えっと、一目瞭然で、え、この JAPI は、え、ベンチマークと比べて、えっと、シャープレッシュは、え、結構高かった、え、みたいです。え、つまりはですね、えっと、この SPY と比べた時なんかだと、JAPI って、リターン自体は SPY よりも低かったんだけども、ただ、えっと、リスク、取っているリスクの大きさが、え、それよりも低いから、え、だから、えっと、この JAPI のシャープレッシュを、SPY のシャープレッシュと比べてみた時には、え、この JAPI の方に軍配が上がりますよっていうふうな、え、そんな感じ、え、みたいです。で で、えっと、999と比べてみた場合には、まあ、あの、そもそもですね、JAPI の方が、え、リターン自体は、え、高かったので、で、さらにリスクも低いから、え、だから、シャープレッションは、え、JAPI の方が、え、高くなりますよっていうふうな、え、そんな感じになっております。で、え、次見ていくのが、え、相関係数とリスクバイスと、え、ベータって数値なんですけども、え、相関係数は連動性を表すものですね。で、え、これ見るとですね、え、この2つの、え、ベンチマーク、え、どちらともですね、え、強い純相関っていうふうな形なので、え、それなので、 え、連動性は高いみたいですね。で、え、ここのリスク倍率は、え、さっき見た、えっと、JPI の標準偏差を、えっと、各ベンチマークの標準偏差で割った数値、え、つまりは、え、ディスク量をどれだけ取っていたかっていうのを示したものになります。で、え、この相関係数とリスク倍率、え、これを掛け合わせた数値が、え、ベータって数値でして、え、これは、え、感濃度を、え、表すものになります。で、具体的に説明しておくと、え、例えばここの1年なんかで見た場合には、え、対 SPY だと、え、ベータ値が0.57となっているんですけども、 これですね。要は SPY が1年間で10%上昇したら JEPI の方はっていうと、×0.5 なので5.7%上昇しますよと。で、逆に SPY が1年間で10%下落したらば JEPI は ×0.5 なので5.7%下落しますよっていうふうな。これあくまで理論値なので絶対にそう通になるとは限らないんですけども、そういった関係性を示すのがこのベータって数値になります。 で、え、対999のベータ値だと0.45となっているんですけれども、え、これは999が1年で、えっと、10%上昇したら JAPI は4.5%上昇。で、逆に999が1年で10%下落したらば JAPI は、えっと、4.5%下落するっていうふうな、え、そんな感じを示しております。で、え、このベータが出したらですね、えっと、この JAPI って、えっと、SPY と999と比べて独自のリターンってあったのかなかったのかっていうのがわかるんですけれども、え、それがですね、え、こちらのですね、えっと、 ベータとアルファになりますで、ここの平均リターンは上で見た JPY の配当込みの平均リターンと同じものになるんですが、これがベータによるリターンとアルファによるリターン、この二つに分解ができます。 で、ここのベータによるリターンが、ざっくり言うと、マーケット全体がたまたま好調だったから得られた分のリターンですね。それがベータによるリターンになります。で、対してこっちのアルファによるリターンは、マーケット全体とは関係なく、そのメー,ーの独自のリターンですね。 それが、え、α によるリターンって形になります。で、え、β によるリターンの計算式は、それぞれのベンチマークのリターンに、え、肝濃度である、え、β 値ですね、え、それぞれを掛け合わせてあげたものが、え、β によるリターンって形になるので、え、それなので、え、この β によるリターンっていうのは、え、肝濃度を加味した、え、理論リターンっていう風な形になります。で、対してこっちの α によるリターンは、え、平均リターンからこの β によるリターンを差し引いたものになるので、え、それなので、え、肝濃度を加味した理論リターンでは、説明がつかない その銘画のリターンっていうのが、アルファによるリターンって形になります。なお、下に書いてある構成比率はですね、ここのベータとアルファのリターンが平均リターンのうちの何パーセントずつを占めているのかっていうのを示したのが、ここの構成比率っていう風なものになります。で、これで見ているとですね、ちゃんとアルファによるリターンは出せているので、それなので、 えっとですね、この JPI っていうのは、えっとちゃんとえっと独自のリターンによって、えっと独自のえの値動きによってリターンも稼ぎ出した部分もありますよっていうふうな、そんな感じになります。で具体的にどれくらいかっていうと、対999だと全体のですね、まあだいた7割ぐらいですね。それが独自の値動きによって得られた分のリターンで、で残りの3割に関してはたまたまナスダック市場全体が好調だったから得られた分のリターンっていうふうな、そういったことが言えるんじゃないかなと思います。ただですね、これ SP。 JPY とと、比比較しててて、みた場合だとここのの構成比率が下が下っていいてい、まあ、4割ぐらううふうな形ですね。それなので、この JEPY って SPY と比べた場合には、えっと、全体のリターンの4割ぐらいは、この JEPY の独自の値動きによって獲得できた分のリターンと言えることができるんですけれども、ただですね、全体のリターンの6割に関して言うと、S&P500、つまりは、 アメリカ株のメジャーなマーケット全体がたまたま好調だったからエレたブんのリターンというふうな、そういった形に分解ができるんじゃないかなと思います。とりあえずですね、これがベンチマークとの比較で、でですね、ち,ゅち,ゅちょっと注意点だけ述べておくと、これですね、一応アルファは出てはいるんですけれども、これのアルファがですね、再現性があるかどうかと言われると、その保証はですね、一概にはあるとは言えないので、なのでですね、そこだけ え、ご留意ください。で、あとですね、え、この JPY って、え、商品性の問題から、えっと、アップサイドの、えっと、リターンはですね、ま、そこまで、えっと、SPY とか、えっと、QQQ よりかは狙いにくいものになってますので、なのでですね、まあ、そこはですね、え、ちょっと注意した方がいいんじゃないかなと思います。え、とりあえず、え、これがまとめて、で、これで動画は以上になります。 はい。というわけでご清聴ありがとうございました。えー、こんな感じでですね。まあ、あのー、なんかファクトベースでのですね、えっ、ー、と、投資メーカーの、えっ、ー、と、検証とかそういうのやってますので、えー、なんかリクエストとか感想とかあったらですね、あのコメント欄に、あの、気軽に書いていただければと思います。で、あとですね、励みになりますので、えー、チャンネル登録ですとか、あと、いいねとかですね、えー、そういうのしていただけるとありがたいです。はい。では、以上になります。お付き合いいただきまして、ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。